フレデリック・カールトン・ウェイ・アンドは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍に所属し、ベトナム戦争における最後の、南ベトナム軍事援助司令部司令官を務め、後に、第27大陸軍参謀総長を務めた。最終階級は大将、ベトナム第二野戦軍司令官時代のウェイ・アンド中将。1916年、カリフォルニア州、アーバックルに生まれる。 カリフォルニア大学バークレー校在学中に予備役商工訓練課程に志願して少尉に任官する。1938年5月卒業。1940年、アーリーン・ラングハートと結婚。1940年から、ベイアンドは現役に編入され、第6野戦砲兵連隊に勤務。1942年、陸軍式幕僚大学を卒業し、 同年から1943年までサンフランシスコ港湾防衛司令部に副官として勤務。1944年戦争省に情報将校として勤務。1944年から1945年まで中国以降、終戦直後から1946年まで陸軍情報部に勤務。1946年から1949年まで 中部太平洋陸軍の主任情報将校。1950年、陸軍不評学校を卒業。朝鮮戦争中の1950年から1951年にかけて、第7不評連隊第1大隊長、第3不評師団の情報担当たる、参謀長補などを務めた。1952年から1953年まで、不評学校に行って教官を務める。 その後軍爆僚学校に入校し、卒業後は1954年まで財務、担当陸軍時間事務所に秘書として勤務。1954年から1957年まで陸軍長官秘書。1958年には陸軍大学校を卒業し、1959年まで欧州中流の第六不評連隊第三大隊に勤務。1960年、 ザイベルリン米軍司令部勤務を経て、アメリカ欧州陸軍の通信担当参謀長を1961年まで務める。1961年から1964年まで陸軍省議会連絡部の副部長及び部長を務める。1964年、ハワイに駐屯している第25不評師団の師団長に就任。ウェイアンドは第25師団長として、 ベトナムに派遣され、1965年から1966年まで戦った。1967年、第25師団長の職を退きベトナム第に野戦軍副司令官となり、後に司令官代行を経て司令官に就任した。第2野戦軍は、ベトナム共和国陸軍が指定する第3軍団戦術区の防衛について責任を負っていた。 1968年、予備役軍局の局長に就任。ウェイアンドは、情報将校としての長年の経験から、ウィリアム・ウェスト・モーランド将軍が提唱する従来型の戦術には反対していた。彼は、ベトナムにおける勝利の鍵とは、南ベトナムの集落の確保及び平定にあると主張していたという。1969年、ヘンリー・シー・ロッジ大使の軍事顧問として、 パリ平和会談に随行。1970年、戦力開発担当参謀長補に就任。同年中に、南ベトナム軍事援助司令部副司令官に就任。1972年6月30日より、クレイトン・エイブラムス将軍の後任として、幕部司令官に就任。1972年末まで、ウェイアンドは、アメリカ軍のベトナム撤兵を監督する立場にあった。 1973年、太平洋陸軍司令官に就任。さらに同年中に陸軍副参謀総長に就任し、1974年まで務めた。その後、陸軍参謀総長に就任。1974年10月3日から1976年9月30日まで務めた。1976年10月、陸軍を退役。 第25師団のアフガニスタンからの帰国を記念した式典で師団長エリック・オルソン少将を歓迎するウェイアンド。退役後、ウェイアンドはかつて師団長を務めた第25不評師団司令部のあるハワイ州ホノルルに移住した。ホノルルでは実業家として活動し、いくつかの企業に役員として名を置いたほか、1976年から1982年までは、 ファーストハワイアンバンクの上級副頭取を務めた。ホノルルのロータリークラブなどの地域団体にも所属した。アメリカ赤十字社ハワイ支部にも所属し、1992年からは取締役会会長を務めている。ホノルルシンフォーニーの代表も務めた。その他にソニーオープンゴルフトーナメント、シュライナーズクラブ、東西センター、アジア太平洋安全保障研究センターなどの 活動にも関与した。彼は、ベトナム戦争福音兵指導プログラムのメンバーであり、その他にも、陸軍協会、空軍協会、アメリカ士官協会、第25不評師団協会、合法ブローク協会、第3不評師団協会、第7不評連帯協会など、多くの戦友会組織に所属した。2010年2月10日、ホノルルのカハラヌイ退職者住居にて老衰により死去。 ウェイアンドは二度結婚している。1940年に結婚した最初の妻アーリーンが2001年に死去した後、二人目の妻メアリーと結婚した。ウェイアンドには三人の子供、二人のママ娘、二人の次息子がおり、さらに10人の孫がいた。2006年12月11日付のニューヨークタイムズ紙に掲載された社説において、ベトナム戦争中に、 CBS の記者だったマーレー・フロムソンは1967年8月7日に同紙に掲載された記事ベトナム・ザ・サインズ・オブ・ステイルメイトにて担当記者だった RW ・アップル・ジュニアとフロムソンの取材に応じ前線の膠着を語った匿名の軍交換の正体はウェアンド将軍であったと述べたこの記事はベトナム戦争が 膠着状態に陥ったことを示唆した最初の記事であり、また戦争に対するアメリカの国民感情を変化させることにつながったとされる。ありがとうございます。